だ春寒島の裏の沖の方平家の船ここに那須の与一宗隆は君の仰せを賢にて波打ち際に乗り出す胸高心に思う晴れなる場所にいで、もしも過つことあらば、弓切り折って滑覆し、その島がたさと乗り入る海の
ければ駒の上がきの定まらず手眼をば開けばさても不思議やな波風はたと沈まりぬ
胸高心勇み立ち。十二足三つ伏せのかぶら屋をつまぐりしてぞ抜き出し、握り部となる重殿の弓につがえて引き絞り、ひょうと放ち命や発しと生きて、矢は海に鬼は空へ。舞い上がり。しばしは宙にひらめいて、海へさっとぞ落ちに行ける。叩く平家方、へびらを鳴らす源氏方、敵も味方も堪に耐え、どう山沢。